かなっていうのが心配ですけど。あれですね、なんか、すごい、突発、なんですかね。最初からこんなに人が来てくれて嬉しいですね。よし、ちょっと、さっきの質問に答えていこうかなと思います。なんだっけ。ちょっと今、人が来てくれてるかなっていうのがあるんですけど。あれ？よし、OK。何でしたっけ？給料少し上がったかな？なんだろう。それも、妬まれてる原因だと思います。ああ、なるほどですね。そっか、さっきのナンバー2なのに、なんか、仕事を辞めたいとかっていう方がいましたけど。あ、バコツです。どうもです。お、サーシャさんいらっしゃいです。で、なんだっけ、メルマガって有料って、ああ、ちょっとそこ質問答えるの忘れてましたね。メルマガは無料ですね。ちょっとそこちょっと答えるのを忘れてたのはまずかったかなと思いますね。その丸マガっていうのがちょっといまいちよくわからなかったっていう。いやー、ちょっと、そうですね。ちょっと一応こっちからも何話そうかなっていうことを考えてたことはあるんですけど、なんかあれですね。まあ、一応そのサラリーマンがいいのか、個人で稼いでいくが、の方がいいのかっていう、まあ、ところの話をちょっとできてましたね。前の放送では。で、どうしようかな。ちょっとコメントがないので、なんかネットビジネスに関するちょっと話を皆さんと真剣にして、で、まあ僕も、まあ1日2枠だけやって、2枠終わったらまたネットビジネスの作業に戻るっていう、まあ流れで、まあ毎日こう送っていこうかなっていう感じで、まあそういうスタイルでやっていこうかなと思ってますけど、なので、何ですかね。まあ、みんながこう、まあ、ネットビジネスを真剣にやって、まあ、人生を豊かにしたいっていう人だけがこう寄り添って、結構ね、それを、まあ、まず最初は本当に真剣にやる場合、僕のメルマガを取ってそれで勉強してほしいと思ってますけど、まあ、僕のメルマガ無料なので、まあ、そこから始めていただければなと思うんですけど、なんですかね。まあ、最初は、まあ、具体的には無料のブログとか、まあ、実際やるとしたら無料ブログとか僕は、まあ、オークションとか一番最初やったんですかね。まあ、もっと言うならネットショップとかからやったんですけど、もう本当にやり方なんて、なんですかね。もう本当にごまんたるというか、たくさんあるので、なんですかね。まあ、おすすめは無料ブログを作ってっていうところで。あ、なるほどですね。サイトアフィリエイトもいいですね。まあ、僕もやってますけど、スマートフォンアフィリエイトとか、サイトアフィリエイトとかやってますけど、結構やり方無数にあるので、何から始めればいいですかっていうのは、でも、まあ、すごいいろんな答えがあって、まあ、僕もわからないという感じなんですけど、一応おすすめは無料ブログ作ってそこで記事を書く練習をするところから始めてほしいなと思いますね。で、その記事を書くときも、まあ、ただ日記を書くだけではなくて、なんですかね。なんか、まあ、ビジネス系のアフィリエイト、まあ、ビジネス系を、まあ、最終的に商品を売りたい。まあ、ビジネス系の教材とかを最終的に売りたい場合は、それに関係のあることを書いていくんですよ。記事とかで。そうすると、まあ、この放送とかもそうですけど、まあ、そのことだけ言っておくと、まあ、それに、興味ある人だけがこう集まってくるんですよ。で、集まってきた人に、まあ、それに関するものを何かこう、これいいですよとかっていうふうにやることで、まあ、何か、まあ、買ってくれた時に、まあ、お金になるっていうシステムなんですけど、なんですかね。まあ、それが一つですね。まあ、あとはまあ、最初僕がやったのは、僕結構 Wii とか、まあ、マリオカートとかっていうのとか持ってたので、まあ、それをオークションに売りさばいて、まあ、一つ売れたら5000円とかっていう感じで、
あ、5000円もならないかな。まあ、スマッシュブラザーズはそのくらいとかだったっけな。あ、そうですね。100人が見て10人クリック。まあ、そうですね。そうです、そうです。まあ、そうです、そうだけど、100人見たら10人もクリックしてくれないですよ。大体、まあ、Google AdSense の場合は0.5%なんで、100人クリックされ、あ、そうですね。まとめブログ。なんですかね。まあ、これも、一つ、ブログ一つとっても、いろんな稼ぎ方というか、なんですかね。いろんなやり方があって、まあ、なんていうんですかね。いろんな方法があるので、あれなんですけど、まあ、一概には言えないですけど、まあ、一応トレンドアフィリエイトって、まあ、流行の、トレンドっていうのが流行っていう意味なんですけど、例えば、まあ、ちょっと前に、こう、上戸彩が結婚しましたけど、上戸彩が結婚したときは、やっぱり、それについて、こう、日本中が、まあ、それについての、こう、ニュースを、インティアさんがどうしたんですか？まあ、まあ、それについての、こう、記事をみんな検索するので、ってことは、自分がそれについての記事を、例えば、上戸彩が結婚したときは、上戸彩が結婚したとき、ことの、まあ、そういう記事を書いておくと、日本中の人がそれについて、まあ、その時は見る、すごいアクセスが集まるんですよ。その記事を書いておくと。まあ、ただニュースの丸パクリみたいな感じの記事を書いていてもダメなんですけど、まあ、そうですね。そういうことをちょっと僕のメルマガで詳しく説明しているので、まあ、そうですね。どうしようかな。なんかここで詳しく説明しちゃっても、あれなんですけど、まあ、ある程度のことはここで説明しようかなと思いますね。で、まあ、本当に詳しくもし知りたかったら、僕のメルマガが結構無料で見ることできるんで、それを撮っていただけたら、いただけたらなと思いますね。SEO 対策になるしね。あ、そうですね。SEO 対策もちょっと、これもちょっと話しておかないといけないことなんですけど、まあ、サイト作ったら、それが、上位表示って言って、まあ、SEO 対策は、こう、上位表示されないと、まあ、されることを目的とした対策っていうことなんですけど、まあ、サーチエンジンオーガナイゼーションだったっけな？なんだっけ？お、ちょっと忘れましたよ。オプティマイゼーションだったっけ？まあ、ちょっと忘れましたけど、まあ、SEO っていうのは、こう、サイトを上位表示させるための、まあ、ことを言うんですけど、まあ、ブログ書いても、それが上位表示されてないと、誰も見てくれない、サイトっていうことで、まあ、それについても勉強する必要があるんですよね。で、どうしようかな。まあ、SEO はちょっとヒロシさんがいるときに、まあ、詳しく説明していこうかなと思うんですけど、そうですね。サイト作ったら、とりあえず見てもらわないと意味がないので、なんて言えばいいですかね。まあ、いろんな稼ぎ方があって、最初多分、一番最初やり始めるときは、ちょっと何が何だか分かんない感じがするかもしれないですけど、まあ、あとは、アメブロとかだったら、ペタとかをつけることで、あれなんですよね。まあ、知ってる方は多いと思いますけど、それでアクセスを集めることもできますね。なので、まあ、本当に、あとは何ですか、まあ、さっきのトレンド以外での稼ぎ方だとしたら、例えば、まあ、僕、将棋が好きなんですけど、例えば、将棋だけだったら、まあ、それだけで将棋のサイトを作ってる人って結構いるんで、まあ、その将棋単体キーワードで上位表示させるってことは結構難しいんですけど、将棋の、例えば、初心者とかっていう、まあ、将棋の初心者サイトとかだったら、まあ、結構、それでサイトを作ってる人は少なくなってくるんで、で、キーワードを限定して、それについてのサイトを作る。まあ、将棋の初心者っていう、さっきもそれ質問来たんですけど、すいません、さっきの方だったら、質問遅れてすいません、僕のメルマガは無料です。なので、全然、あれですね。ちょっとあれとか、なんかそういう言葉が多くなって申し訳ないですけど、気軽に撮っていただけたらいいなと思いますね。なんだっけな。あと、あれですね。あ、すいません。さっきの方ですね。なんだっけな。あ、それはね、どうすれば月3000万円も稼げるのって質問ですけど。あれ、僕のなんか、プロフィールに、
メルマガ登録フォームってないですか？コミュニティサイトじゃなくて、まあ、メルマガって書いてるところとか、メインブログっていうところの URL をクリック、あの、まあ、URL から辿っていけば取ることができますよ。で、なんかメルマガちょっとね、僕の送ってる配信スタンドが、ホットメールが送ることができないみたいなことがあるみたいなので、まあ、もしあれだったら、そうですね。もしあれだとしたら、まあ、Gmail とかで、まあ、今みたいなこと話してますよ。最初に何をネットビジネスでやれば稼ぐことができるかとか、ああ、なんですかね。あ、こんばんはです。あ、なんか、初見さんですかね。なんか、ああ、ちょっと、そういう質問はあれですね。鈴木有志っていうのはよくわからないですし、それ、ネットビジネスに関係ある質問ですかね。なんか、ネットビジネスに関係ない質問は、なんですかね、週に3回雑談放送をやるんで、その時にしたいなと思ってます。ああ、なるほどですね、なるほどですね。塩戸裕二さんっていう、あ、じゃあ塩戸裕二じゃないや、鈴木裕二さんっていう方は、前の会社というか、ああ、そうなんですね。なるほどですね。どうしよっかな。まあ、そういう、一応悩みとかはありにしましょうか。ネットビジネスに関する質問で、なんか、どうですかね。本当に悩みみたいな。そうですね。多分。そうですね。仕事の話、どうしようかな。あ、クソコミュに入るくらいの価値があると感じていらっしゃったら、あれですね。そうですね。真面目に話したいんですけど、でも悩みとかは、あ、ありがとうございます。ちょっとなんか一応、登録制にしたので、あれですね。なんか一応こっちが許可させ、あの、許可、あ、ありがとうございます。真面目に。で、そっか、どうしようかな。相談とかはありにしましょうか。ちょっとそれちょっとひろしさんと、決めておかないといけないですね。あ、本当ですか。シリウスすごいいいですね。僕も使ってます。シリウス、あ、そういう話したいですよね。最近なんか Google、キーワードツールがキーワードプランナーになんか、まあ、あっちが廃止されてキーワードプランナーになったじゃないですか。まあ、そういうところの話とかもしていきたい。そうですね。相談はありでもいいかもしれないですね。まあ、結構、でも楽しい話とかはなしにしましょう。楽しい話というか、ネットビジネスに関係ない話で、まあ、悩みとかだったらいいんですけど、楽しいなんか、明日ディズニーランド行ってくるぜ、的な話とかはちょっとなしという感じの放送にしたいなっていうふうに思ってますね。あ、なるほどですね。結構辞めてしまうっていうのも一つの手かもしれないですよ。僕もそうですけど、そうですね。そうですね。だから結構副業でやってる方。あ、そうなんですか。社長は喜んでるっていうことなんですね。どうしよっかな。ちょっと、どうしよっかな。問題はサラリーやりながらどうやって時間を作って勉強するかです。あ、そうですね。相談には乗りますね。そうですね。ちょっと悩みとかはありにしましょうか。一応、関係ある悩みの話だったらありっていう感じでやっていきましょうか。じゃあ、どうしようかな。ちょっとヒロシさんとそこら辺も考えないと。でも悩みは結構優先ですからね。だって悩んでるんですから。まあ、でも楽しい話はなしという感じですね。まあそうですね。結構副業でやってる方でも多いですよ。あ、そうなんですね。結構、
いや、僕ならちょっとやめることをお勧めしたいなと思いますね。まあ、ちょっと、もうちょっと事情がよくわかってないですけど、まあ少しでも、なんか、居づらいと感じるんだったら、それで我慢してもあまりいいことないと思いますよ。なんか僕もなんか似たような感じだったかもしれないですけど。じゃあ、で、やめても、別に、ただそれで40年とか30年とかずっと稼いでいくわけじゃないじゃないですか。いや、ですね。どんな仕事かによるし、あとは居づらいっていうのがどのくらい居づらいかにもよると思うんですけど、まあ、それをやりながら副業でこっちで、収入の柱を作るっていうのも一つの手かもしれないですね。まあ、いきなり辞めちゃうと、まあ、収入の柱がなくなっちゃうと思うんで、そうですね。それは僕も思いますね、サーシャさんの。今の時代、終身雇用じゃないから辞めるという選択は問題ないと思うっていうのは。そうですね。まあ、絶対それで40年とか、そんなにずっと終身まで働くっていう時代は終わったので、まあ、本当にそれが、合ってるっていう人だったら持ちますけど、まあ、もう今の段階でそういう、ちょっと居づらいとかって感じてる。それでもう最後まで、定年退職までいけるってことは、ほぼないと思うので。何でしたっけ？さっきのブログならアメブロ、動画なら YouTube、生放送ならニコ生、ユーストリーム。どこに次のメディアがあるんだろうかなっていう、質問ですけど。そうですね。それはちょっと僕も思いますね。Facebook の次は何が来るんだろうみたいなことを考えてますけど。そうですね。それはなんか思いますね。いかに自分が得意な生き方じゃない、得意なスキルを磨くかっていうのが、そうですね。それを思いますね。まあ、会社に勤めていても自分のレベル上がってないと会社に、まあ、ぶら下がっている状態でそこから、追い出されたらいいっていうか。そうですね。そうですね。それは思いますね。そうですね。皆さんと一緒に、そういう今の時代の稼ぎ方というか、今の時代に、こういう時代だからこそ、まあ、どういう稼ぎ方がいいかっていう。そうですね。ありがとうございます。D さん、ちょっと、もしよければご提案していただければ、すごい呼びやすくなって嬉しいですね。そうですね。そうですね。みんなでそうですね。個人で稼いで豊かになるような、あ、クジラさんですか？いい名前つけましたね。クジラはなんか可愛い名前ですね。クジラさん。そうですね。さっき何の話してましたっけ？資格云々は評価されない。すべては経験が物語る。あ、初見さんいらっしゃいです。もしよければご提案をしていただければ嬉しいです。資格云々は評価され、そうですね。資格ってあれただの形だけなので、実際にできないと、あれですからね。まあ、今実際会社に、そうだ、ぶら下がっていても、そこでリストラされて自分のスキルが全くなかったら、で、個人で何も仕事できないってことになってしまうので、まあ、自分が何ができるのかっていうことを考えて、あれですね、やっていかないと、まあ、一生会社員としてやっていくとか、一生公務員としてやっていくんであれば、まあ、問題ないかもしれないですけどね。あ、そうなんですか。FX とアフィリエイトと転売とランサーズで収入を得てるんですね。おお、そうなんですね。すごいですね。そんなにやってるんですね。クジラさんもじゃあ僕と、まあ似たようなってわけではないかもしれないですけど、まあ、同じような感じでやってますね。FX は僕はやってないんですけど、ランサーズっていうのは何ですかね。ちょっとわからないですけど、ランサーズちょっと後で調べておこうかなと思います。すごいですね。やっぱり、今の時代そういうふうに、やっぱりみんな賢くやってるんですね。そういうので。なので、そういう、コミュニティにしたいなと思いますね。僕は、サイトを作ってあげて、とか、あれですね、アプリケーションとかを作ってあげて、そうなんですか。一応、僕の事業内容というか、何やってるかっていうのは、
あれですね、アフィリエイトと、あ、ヒロシさんは今いないですか？いらっしゃらないですか？ヒロシさん。ヒロシさんは僕のビジネスパートナーで、プログラマーですね。プログラマーやってて、まあ一応コミュニティサイトっていうのを今作ってくれている方なんですけど、あ、ヒロシさんですか？あ、どうもです。そうですね。その方ですけど、いや、その方とかっても変かもしれないですけど、まあプログラマーですね。すごい、まあ僕はプログラムできないんですけど、プログラムを作ってくださっている方です。なんて言えばいいですかね。あとの、まあそのくらいですかね。どういう紹介をすればいいですかね。まあひろしさん、多分明日はこの放送来るんで、その時にどういう方か見ることができますよ。そうですね。ちょっと、あとは、ちょっと話が、なんかいろいろこう、入り混じってますけど、なんだっけ、僕は一応、アフィリエイトと、アドセンスと、まあ、コンサルティングって言って、誰かに、まあ、教えてあげてお金もらうっていうのと、で、雑談じゃなくて、普通に話す方も、週に2回は来てくれますよ、ひろしさん。雑談の方も、週3、まあ、雑談の方は週3回で、まあ、週2回だけ僕が一人でやって、残りの5日間はヒロシさんっていう、まあ、今のこの方と一緒に、まあ、昨日もヒロシさんと一緒にやってたんですけど、まあ、そういう感じでヒロシさんとまたやっていこうかなと思ってるんで、まあ、その時にヒロシさんがどういう方かわかります。で、なんだっけな？あとなんだっけ、アフィリエイトと、まあ、転売も一応僕昔やってたんですけど、まあ、今はアフィリエイトとアドセンスと、まあ、アフィリエイトって言ってもサイトアフィリエイトとメルマガアフィリエイトとあるんですけど、あとサイト制作とか、まあ、あとアプリケーション制作とか、まあ、あとコンサルティングと、まあ、ネットショップと転売は昔やってたっていう感じですね。まあ、そういう感じで、まあ、収入を得てますね。年収600万の人もいるんですか？ああ、すごいですね。年収600万とかって、何で、ああ、これ結構思うんですけど、何でどれくらい稼ぐかってすごい、比重が違うかなと思いますね。ネットビジネスこれから始める人、最初それが一番いいかもしれないですね。いろんな方法で一番自分に何が合ってるかを探すっていうのが、まあ難しいですかっていう質問ですけど、まあ最初僕も何やっていいかわからなかったんで、もう手当たり次第全部、まあ手当たり次第僕は全部やっていきましたね。オークションから始まりの、まあメルマガ、あとアドセンスもやって、あとなんですかね、転売、まあネットショップ、まあ今はちょっとサイト制作とか、コンサルティングとかやってますけど、なんか、とりあえず全部やってみないとわかんないっていうところがあるので、自分が何が向いてるかって、サッカーもやってみて、バスケットもやってみないと、自分が何が得意なのかってわかんないみたいな感じで、なので、最初はもう、いろんなもんやっていくっていうのも手かもしれないです。じゃないと自分が何が向いてるかとかっていうのがわからないっていうのもあると思うので、まあちょっと時間はかかってしまいますけどね、その方法だと。なんですかね、まあ、だから最初、なんですかね、まあ最初から何が向いてるかって分かってる人だったら最初からもしメルマガが向いてると思ってたら、まあメルマガをやってみるのも一つの手かもしれないですけど。でもなんか、僕も、あれなんですけど、僕のことなんですけど、動画とか最初絶対撮りたくないとかって結構僕恥ずかしがりだったんで、そういうことやりたくないとか思ってたんですけど、意外とやってみたら自分結構向いてるなっていうか、まあ、意外とできるもんだなみたいなっていうのもやってみたらわかるっていうところがあるんで、まあ、そうですね。何が合ってるのを探、まあ、いろんな方法で探すっていうのはいいと思いますよ。難しいかどうかっていうのはよくわからないですけど。で、ランサーズでプログラマーとして専属契約した人で年収600万。なるほどですね。ランサーズでプログラマー、あ、なるほどですね。そんなに稼いだってことですか。
なるほどね。プログラマーの需要結構高いですからね。プログラマーって結構やりたくない仕事というか、なんか、あれってすごい頭使う仕事で、そうですね。ブログやるってのはいいと思います。ちょっと水飲ませていただきます。ブログやってみようかな。あ、いいですね。ブログは、最初僕アフィリエイト何やっていいかわかんなかったっていう時に、まず文章を書くところから練習しましたね。で、なんか文章も書いていくと、最初はうまく書けないんですけど、だんだん、なんか、書くコツみたいなのが分かってくるので、まあ、やってみるといいと思いますね。で、ブログだと、まあ、ただの日記とか、もう、まあ、書かないよりは書いた方がいいかもしれないですけど、じゃなくて、なんか、例えば、最終的にダイエット教材を売りたいのであれば、まあ、健康について書くとか、まあ、それに関係あることをやっていけば、まあ、それに関係ある人たちが集まってきて、まあ、それに関するものを、まあ、売りやすいっていうことなので、なので、全然関係ない話を、例えば、まあ、いつもなんか自分のことを、今日はカレー食べてました。で、お風呂入って友達と話してから寝ました。みたいな普通の日記を書いて、で、それで最後に、例えばダイエットの教材を紹介しても、誰もそれは買ってくれない。まあ、そもそも集まってきてくれてる人が、まあ、その自分の日記に興味ある人を、まあ今一応ビジネスの話してますけどね。どうやって見込み客を集めるかっていうところの話ですよ。だから興味ない話をしていても、まあ興味ないじゃんいや。その関係ある話をしないと、まあただ意味のないことを、ただ書いていっても、それに集まってきてる人は、まあ、最終的に売りたいものには関係ない属性の人たちなので、まあ、それビジネスの話、一応ビジネスの話ですよ。だから、サッカー好きな人に野球売るなってことですよ。まあ、サッカー、まあ、運動っていう意味では同じかもしれないんですけど、まあ、ブログのネタとかも結構、どうなんですかね。まあ、アフィリエイトやりたい人は、まあ、そうですね。リストの希薄化はどう思いますか？ LINE の、台所さんですか？あ、はい。リストの希薄化ですか？ああ、それね、結構僕もちょっと考えるところが多くて、まあ、それは、どうやって、濃くしていくかっていうことですよね。あ、LINE ですか？ LINE、あ、LINE はいいかもしれないですね。今、LINE ってみんななんか若い人たちとか使ってますけど。そうですね。あ、ありがとうございます。認知登録、これどうやってあれなんですかね？許可をすればいいんですかね？ちょっと今日初めてやったんですけど、初めてちょっと新しいコミュニティ作ってみたんですけど、まあ、LINE の話ですか。リストの希薄化はどう思いますかっていう質問にまだ答えてないですね。だから結構ね、僕が、まあ、希薄化しないように、ちゃんとこう対話していくというか、一対一の関係をおろそかにしないっていうことが大切だと思います。で、あとは、まあ、誠実さを出すために、まあ僕は一応動画を使ってやってるんですけど、やっぱり文章だけ使うよりも、やっぱり顔出しした方が誠意が伝わると思うんですよ。まあ、あくまで僕の考えですけど、まあ、顔出ししなくても稼いでる人はいますけど、なんですかね。まあ、とにかく人と同じようなことをしないってことですね。まあ、自分と、まあ、なんですかね。まあ、自分だけのファンを作るというか、自分、なんですかね。まあ、例えばサザエさんと同じ漫画を作ったとしても、まあ、もう、サザエさんで十分みたいな感じになってしまうので、まあ、新しい、ユニークさを作り出していかないといけないという感じですね。まあ、希薄化を解消するにはそういう感じですね。商売はとにかく続ける。まあ、とにかく僕が、なんかここでどんなにいい話を言っても、やらないと意味がないので、僕はちょっとこの放送はここで終わらせていただこうと思うんで、とりあえず、何かしら作業やってくださいね。僕も作業戻りますんで。今日はありがとうございます。また明日20時半からお会いしましょう。ありがとうございます。